ますのがソビエトチームです。そして、フォワードは9番ダラセリア、10番がキピアニで、11番がガザエフです。3センチ、ソビエトチームの中では小柄です。これがシモーニャンが湿っているようです。この11番がガザエフという小柄ですが強烈なシューター、これがキピますが、結局は直接キーパーのデグテリオフへ。さて、それではゲームの合間を見て両チームのイレブンをご紹介することにいたしましょう。キピアニからボールは左サイド、これがベストノック。キーパーは日本は田口であります。また上空の薄い雲が切れまして、1976年の欧州の最優秀選手に選手が挙げております。ガラセリアのシュート、鮮やかな胸でのトラップからのシュート、なかなか見せますね。今左から3人目に移っておりますが、これがブロン、完全に道がついておりました。これがベストノフ。さあ、ベストノフからボールは左サイドへ、キピアニへ。見事な足技、キピアニシュートを狙います。コーナーいっぱいを狙いました。ソビエトのシュートは早くもこれが5つ目。日本は得点1点。今スロービデオでご覧いただきます。スローではございません。これからスローです。今年アルゼンチンで行われましたワールドカップなどを見ましても、狙うべき時はですね、必ずシュートするということは非常に目について、そうですね。逆に言いますとね、シュートしなきゃ点取れないんですからね。さて、ソビエトチャンス、これは入りました。鮮やかに決めました。9番のダラセリア、1対1の同点、前半18分であります。ちょっとね、真ん中突破していきましたね。今の得点を見ても分かりますように、やはりゴール前でですね、もうしゃにむにとにかくシュートへ持ち込んでいくという、そういう執念ですね、これがやはり日本に非常に欲しいような気がいたしますが、それともう一つ言えますことはね、やはりトップスピードでシュートに入っているということ。4番の今井、そして日本は6番の藤島、なお強烈にキピアニマーク、正面ガザエフ、キピアニ、どうやら余裕が出てまいりますね。キピアニシュート狙うか、シュート強烈、左サイド、ゴールポストの左へ。もうこのレベルになりますとね、外国の選手は年齢分かりませんでね、1人多いですね、向こうの方が。さあ、ボールはダラセリア、強烈です。あって向こうがプリゴダ、日本。さあ、ボールはソビエト、ダラセリア、9番ダラセリア、10番キピアニエ、1人かわしてもう1回ダラセリア、そしてガザエフ、倒れ込んだ。かろうじて2対1で守りました。ここから1本縦パスですね。結局入りました。ガザエフ2点目、ほとんどノーマークになってしまいました。さっきからちょっと申し上げているようにね、期間がある程度ないとなかなかコンビは合いませんしね、そうですね。それですからね、やりながらやっぱり組み立て、もう実にこの9番後ろから激しくされました。これはホイッスル、5番の古田選手が後ろから押しましたが、倒れ方もなかなかうまい技ありの倒れ方で、ソビエトがフリーキックを得ました。ブルーの壁の前でキピアニ、そしてヒジャツルディン、ダラセリア、これは入りましたがオフサイドではないんですね。オフサイドじゃないですね。壁に意識が集中しすぎてね、他の選手の動きを全然見てなかったですね。考えられないような、これも本当に立ってたらナショナルチームにいた、あるいは翌年はエースだったっていうのがいっぱいいますからね。キピアニからのボール、得点は3対1とソビエトが2点をリードしております。まあ本当にこれはまずいキックでしたが、ピアに6番正面でまたダラセリア、これがダラセリア、ヘディングを落としてピアニへ、古木さんがシュート、サイドですね、今はね強いですからね、はい、ボールはピアニ、ひっくり返った藤島、これも川ですがなかなか強いところしかし、ピアニを思わず苦笑いという、まあこのぐらいやらにはいかんのですよ、本当は国際試合ですとね、みんなやりますよ。なおボールは日本です。13番のガブリロフ、12番のコスタワのベレジノイに変わります。ジュピコフに代わって12番コスタワが入りました。これが12番コスタワ、22歳へと変わったばかりのこれがコスタワ、素晴らしいオーバーヘッドキック、ボレーシュート、ピアニエ、もっと思い切って自分でやればいいんですかね。そうでしたね、はい、ダラセリア、強烈なシュート、得点がしかし依然として3対1、前半の得点だけで後半ありません。まもなく27分になりますが、2点差依然として変わらない。1人がいいプレーしたら周りがそれをさらにいいプレーにしてやらないといけませんね、はい、ダラセリア、強烈なシュート、ダラセリアってのはいい選手ですね、これは本当にいい選手ですね。このダラセリアがですね、ブローヒンが出ない場合はこの人キピアニエ、ガザエフです。キピアニ、強烈なシュート、猛烈なシュート、怖いですね。今のはまあ構想通りの攻めになりましたね、はい、縦に1本入れてそれとちょっと動きが落ちますね。古田、はい、から上がったボールは薄いへ、なおソビエトかわして12番のコスタワ、こちらへ渡って落合、日本ボールのスローインです。コーナーから金田、ボールは声がいて長谷川のヘディング、さあ抑え込んでゴール前、どうだ、もみ合った、シュートできない、シュート、強烈なシュート、しかしゴールポストの左、藤口健斗、本当は上げておきたいところだったんですがね、ついにここでホイッスルが鳴ってタイムアップ、日本が敗れました。日本のこれまでの欠点と言われていたところも